24時間中 14.4 分、素敵な 1% を共有する朝活は本日も開始させていただきます。お話は作業療法士の斉藤誠です。どうぞよろしくお願いいたします。なぜマニュアルやガイドラインが、あるのかというお話をですね、今日はしていきたいと思います。というのもね、今回のこのカメラ騒動もそうですけど、先日のね、動画は本当にね、大変申し訳なかった感じなんですけど、いきなりカメラがフリーズしてですね、そしてさらにマイクもおかしくなるというですね、ちょっと面倒なことが起きてました。それもあってですね、やっぱりこう慣れてきたタイミングでいろいろやらかすなというかですね、こういうことが起きてくるなというのがありますので、いわゆるマニュアルであるとかですね、ガイドラインであるとか、そういうものがね、決められてるわけですから、そういったものってね、なんであるのかなっていうのをですね、改めて紹介しておこうと思います。やはりね、この下半期に入ってきて、新人さんもですね、新入職員さんも仕事に慣れてきたところかと思いますので、振り返る、見返すっていうところでもですね、必要なことかと思いますので、このマニュアルやガイドラインの必要性というところを今日は紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。実際ね、慣れてきたタイミングっていうのが一番こう事故が起きやすいと言われています。それというのもね、マニュアルなしで、そこまでね、気を張らずに仕事ができるようになってくるというところからですね、やはりその慣れの部分での問題っていうところが大きく出てくるんですね。で、その慣れっていうところがね、ちょっとしたミスであればね、そこまで大きなことにはならないですね。ヒヤリハットレベルだったらまだいいわけですよね。ただヒヤリハットもね、重大事故一件につながることだってあるわけですから、じゃあね、その大火事になる前に、どうしていったらいいのかな、ということをですね、考えていただければと思っている次第です。よくね、こう、業務の中とかを見ていってもですね、わざわざ回りくどい手順を踏んでいるんだろうって思うことがね、たくさんあると思うんですね。ただそこにはね、罠があるわけですよ。ね、こっちの方が効率的じゃんって思って、それを、ね、こう、勝手にやろうとしてしまうという人たちが出てきやすい。確かにね、こう、もっと効率的にね、マニュアルであるとか、ルールや手順の部分をね、見直すことも必要ではあるんですけど、ただね、必要だからこそ、その一手間が残っている場合もあるわけですね。それを考えたときにですね、それをないがしろにしたまま、やろうとすると、えらい目に遭うわけですね。例えば、法的なルールがあるから、それはどうしても外せない。あるいは安全性を重視しているから、そこを外すと、事故の元になってしまう。やはり質を担保しようとするとですね、そういったことをしていくわけなんですけど、それらを破るとですね、これ大きなことになってくると、個人で訴えられます。ね、個人、病院が守ってくれないとか言いますけど、病院がね、個人を守ろうとしたら、最低限マニュアル通りに仕事をしていたかどうかっていうところは、確認されちゃうわけですね。で、マニュアル通りに仕事してないってなったら、それ個人で訴えられて当たり前ですよ。で、もう一つ。こっちの方がもっとでかいです。遡ってですね、その日の診療報酬を全額返還っていうこともね、あり得るわけですね。そんな自分のちょっとしたミスで、例えば20単位の請求をしたけど、ね、その最後の21単位目、ここがね、ちょっと時間的にもあれだから、誰かがやったことにして書いといてくれないみたいなね。はい、これアウトですね。それがバレた日には、遡ってその日の診療報酬を全額返還ですよ。リハカだけ返還すればいいってわけじゃないです。病院全体の診療報酬を全額返還になるので、結構でかいわけですよ。管理職の人がね、率先してそういう不正行為してるね、病院って、このルール分かってんのって思うときありますよね。バカじゃないのって思いますよ、本当に。そんなことやっててどうすんのって。ちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、そのくらいのものなわけですよ。じゃあね、どうしていこうってなったら、やっぱりこうね、マニュアルにのっとって仕事をする意味をね、ちゃんとこう確認していくことが大事じゃないのかなっていうところに落ち着くわけです。一つはね、やはり今言ったような法令の遵守っていうところあるわけですよね。で、この法にのっとって仕事をしているかどうかっていうのは、常にこう確認されるところになるわけです。で、僕たちで言えば、その診療報酬の請求、今言った例のようにですね、適切に行われているかどうかっていうところがありますし、法律にない行為をしていないかっていうところもポイントですよね。そうなってきたら、僕たちで言えば、理学療法士、作業療法士法、言語聴覚士法、これに則っているかどうかです。他にね、医師法であるとか、病院法ってね、法律でがんじがらめになってるわけですから、で、
まあ、ちょっとくらいいいやっていう気持ちでホームページにね、余計なことを書いたらですね、それは病院法に引っかかるから掲示を取り消してくださいとかですね、そういうのも出てくるわけですよね。まあ、意外と厳しいですよ、これ。まあ、昔よりはね、緩くなりましたけどね。で、まあ、このね、理学療法士、作業療法士法、言語聴覚士法、必ずこの一文が載っているわけです。業務に関して違法行為があれば免許を取り消しますよと。ね、免許を取り消す要件の中に業務に関して違法行為をしたかどうかっていうのがあるわけですよね。で、皆さん免許を、ね、えらい大変な思いして取ったわけじゃないですか。ね、なのにその免許はいらないって、それはないですよね。さあ、そしてもう一つの視点、ね、法令の遵守以外でいけば安全の担保なわけですね。安全をどれだけちゃんとこう確保できるかどうか、ね、そこの背景にはやはり医療の不確実性というものがあるわけですね。ね、それぞれ違う生態である、ね、一人一人が全く違う生命体であるわけですから、ね、人間っていうね、まあ、人という種類としては一緒なんですけど、まあ、それぞれのな、が全く違った生命体である以上ですね、同じ反応が起きるとは限らないっていうところがあるわけですね。だからこう同じ医療行為が効くとは限らないわけですから、まあ、そこにあたってね、やはり有効性であるとかエビデンスレベル、ね、ガイドラインっていうものが策定されているのはそういう理由からなわけですね。まあ、最低限これだけやっておけばこのくらいの人たちにはこういうふうに効きますよっていうのがガイドラインなわけです。で、あと非定型性というのがありますね。で、個別対応がまあ主軸になるサービスっていうのが医療なわけですから、で、全てがオーダーメイドです。まあ、そうなってきたら、ね、まあ、ここ、それってマニュアルとね、こう、離れてるんじゃないのって思うかもしれませんけど、これがあるからマニュアルが大事になってくるというわけです。で、最低限、これだけをやっておくと、エラーが非常に少ないですよ、というですね、まあ、ベストワンウェイとかっていう言葉もあるんですけど、エラーの最も少ない最善の手順、これを作っておくっていうのがマニュアルの、まあ、醍醐味なわけですね。まあ、それを、まあ、ガイドラインもそうですね。まあ、これをね、ちゃんと作っているかどうかっていうところがまず一つですし、で、そのマニュアル通りに、行っているか。で、そこの中にですね、個別性の部分に対してはこのように、ね、考えていますよというようなですね、病院のその仕事上でのガイドライン、で、個人と関わる上でのガイドラインっていうものがですね、あるかどうかっていうところもですね、まあ、大事なポイントになってくるわけですね。なんかみんなね、マニュアルっていうとこうね、自分の行動が全部制限されてるんじゃないかって錯覚しますけど、これ皆さんのことを守るためですからね。皆さんのことを守るためにマニュアルって存在するわけです。ね、何もこう好き勝手にね、仕事をさせるために雇ってるわけじゃないですからね。で、さっき言ったようにこう法律をちゃんと守れているかどうか、あるいはこう安全に医療が提供できているかどうか、さまざまなところで、こう患者さんを守ること、クライアントさんを守ることにもつながっていきますし、まあ、同時に、ね、患者さん、失礼、僕たち職員を守るところにもつながってくるわけです。まあ、患者さんで言えばね、安全の担保であるし、安心した医療が提供される、質の高い医療が提供されるっていうところなんですけど、まあ、もちろんそれらをね、提供する側としてのガイドラインやマニュアルっていうところにもなるわけなんですけど、医療職すべての部分で守るっていう意味で言えばですね、基本的にはマニュアル通りにやっていたら個人が訴えられることはないわけです。まあ、この理由っていうのはですね、まあ、マニュアル通りにやらなかったらどうなるのかっていうところが、まあ知ればなんとなくわかると思います。ね、病院で定めたルールから逸脱した行為をするってことですよ。マニュアルにないことをするっていうのは。まあ、当然病院は、ね、まあ、なんでマニュアルにないことやっちゃったのよっていうことで、個人を守りようがないんですね。ただここでね、ガイドラインとかっていう形でちゃんとあれば、ね、逆に病院は守ってくれるわけです。ね、病院の定めたルールの中で、やろうとしていたけど、どうしてもエラーが起きてしまう。それは絶対ね、人がやる以上あるわけですから、まあ、そうなった場合はですね、こういう形です。病院の定めたルールというものが、まあ、罪に問われるわけですね。言ってしまえば、こう、ルールが議論の的になるわけです。じゃあ、そのルールは正しかったのか。
ね、そのルールは最新のエビデンスなどに基づいて作られたものだったのか、でそしてそれはちゃんと周知されていたのか、であの人だけ個人プレイしてるじゃないみたいなことにならないかどうかっていうことですよね。でもちろん今言ったように個人プレイっていうのがね、実は一番こう、まあ、問題になるんですね。実際この古いマニュアルっていうものを発見した場合に、やはりこう緊急性がある場合は古いマニュアル通りにやってたら、まあ、事故が起きる場合もあるわけですよね。まあ、であれば、とっさのことであってもマニュアルにないことをしなきゃいけない場合が出てくるんですけど、まあ、その場合のですね、報告手順であるとか記録の取り方っていう部分でガイドラインやマニュアルを別個作っておけば、まあ、そこは個人が訴えられることがなくなるわけですね。あとはその個人プレイを防止することにもつながってくるわけです。ね、あ、まあ個人プレイを防止するっていうよりは個人プレイをしてるじゃないっていうふうに言ってくる周りのね、イチャモンつけてくる人たちに対しての抑止力ってとこですね。ねえ、なんかこうね、まあ、すぐあの人のせいにするじゃないですか、ね、誰もが、ね、事故が起きたのはあいつのせいだ、ね、そうするのが一番楽なんですけど、でも病院でね、こと人の命が関わってるわけですから、確かに事故が起きちゃったっていうのは不幸なことですけど、その事故を再び起こさないためにどうするのかっていうところが、まあ、病院あるいはこの医療行為に携わる人間に求められる部分なわけですから、個人のせいにしてね、臭いものに蓋をして終わりみたいなね、個人をいじめて終わりみたいな、そんなんじゃまあまずいわけですよね。さあ、それらを踏まえてですよ。ね、今日皆さんに確認してほしいことはもうこの2つです。ね、まずマニュアルありますか？ね、たまに聞くんですけど、マニュアルない中で仕事してます。おっかなくてしょうがないですね。そんな病院で働きたくないですね。さあもう1つ、マニュアルにのっとって仕事をしてますか？で、マニュアルがあるんだったら、あ、マニュアルありますよ、見たことないですけど、みたいなね、バカじゃないのってなるわけです。で、誰も守ってくれない状況になったとしても、ね、じゃあ、それでね、自分が破産して、ずっとこうね、後ろ指刺されるような状況になって、それで生きていくんですかって話になってしまいますから、ね、このマニュアルがないっていうこと自体もまずいですし、マニュアルがあってもマニュアルにのっとって仕事してないっていう状況、非常にまずいですので、で皆さんぜひですね、このマニュアル、まずあるかどうか確認すること、そしてマニュアルにのっとって仕事しているかどうかを確認すること、これ必ずやってください。さあ、ですね、今日は、まあ、僕の失敗談から、あ、このマニュアルっていうところのね、大事さね、ガイドラインの大事さっていうところについてですね、少しお話をさせていただきました。まだね、この僕のパソコンの状態がよろしくなくてですね、まあ、今回このようなカメラの使い方になってしまっておりますが、明日には治ってるといいなと思っています。さあ、ね、せっかくね、久方ぶりに僕もオンラインセミナーを開催する運びになっておりますんでね、これいい加減直しとかないとまずいなと思っています。で、外付けカメラすら反応しないってどういう状況よっていうことですからね、まあ、多分システム内の問題があるんでしょうからね、まあ、どうにかしておきたいと思います。さあ、ということでですね、今日はマニュアルのお話なんかをしましたが、今回のお話がですね、ためになった、ね、よかったということであればですね、ぜひいいねボタンやチャンネル登録などお願いしたいと思います。もちろんですね、コメント欄などにですね、いろいろなご意見いただければ嬉しく思います。解説欄のところにですね、今回はリスクマネジメント、リスク管理についてのですね、まあ、教材のリンクなんかを置かせてもらっております。こちらね、1年目から3年目の皆さんにはですね、無料で公開しております。1年目から3年目の方がリハカレに登録さえしてくださいばですね、そちらで無料で視聴できるようになっておりますので、ぜひですね、リハカレに登録なんかをしてみてください。さあ、ということで本日ここまでにします。今日も素敵な臨床日和です。元気にいってらっしゃい。